ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。教えてシェパード先生、ドッグトレーナーや警察官訓練士になるにはどこで学べばよいか悩んでるんです。どうせ目指すならトップレベルのドッグトレーナーになったらどうだワン。ドッグトレーナーになるのにトップレベルとかあるんですか？そうだワン、知らないと思うが資格にも位があるんだワン。取れる資格の違いを順番に1ハンドラー資格、2準司法、3司法、4訓練練士。トップレベルのドッグトレーナーになるには訓練練士の資格を取得するのがおすすめだワン。一番簡単に取れるのがハンドラー資格なんだワン。けれど将来犬の仕事をしたいならトップレベルのドッグトレーナーになる訓練練習の資格を取得するのがベストだワン。そうなんだ。そしたら訓練練習の資格を取得できる学校あるんですか？もちろんあるんだワン。圧倒的な実績を誇る学校が日本訓練士養成学校だワン。生徒一人に対して訓練されてないシェパード犬2頭を与えられ一緒に成長していくだワン。生徒一人にシェパード犬2頭も与えられるんですか？犬が大好きだけど飼ったことがなくても大丈夫なのか心配です。そんなのは問題ないワン。学校に入学して初めて犬と関わる生徒さんたちは多いがシェパード犬と過ごす時間が長いからすぐに慣れるんだワン。それに最初から2頭ではなく慣れてきたら2頭目を貸し出してもらえるんだワン。先生たちも手厚くサポートしてくれるから安心するんだワン。それなら安心ですね。さらに犬と一緒に成長できるカリキュラムが組まれているんだワン。しかも犬2頭も性格が違う犬を与えられ、例えば1頭目はおとなしいシェパード、2頭目はやんちゃなシェパードと性格が違うので経験を積むのにもってこいだワン。それ以外にも生徒1人に対して訓練されてないシェパード犬2頭を与えられるので、様々な個性豊かな性格のシェパードを間近目で見れるので経験値が圧倒的に上がるんだワン。すごい。他の学校だと訓練された犬1頭を20人とかで面倒見たりするとかも聞いていたので全然違うんですね。そうなんだワン。知らないで選択を間違えるとトップレベルのドッグトレーナーになりたいと思っても貴重な時間とお金を失うんだワン。他の学校を卒業後に日本全国から日本訓練士養成学校に入学する生徒も毎年いるんだワン。日本全国から来るんですか？そうなんだワン。本気で一流のドッグトレーナー犬訓練士を目指すなら最短最速2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校が日本で唯一可能なのが日本訓練士養成学校だけなんだワン。2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校なんですね。本当にすごい。すごいすごい。2年間で犬との関わりを持つ時間は本当に濃密だワン。ママ犬さんが妊娠してから出産まで、そして子犬ちゃんたちを育児する子犬実習もあるんだワン。犬と人間の違い、犬の思考回路、犬の習性と本能を直感的に肌で感じて腹落ちするような体験となるんだワン。この体験はあなたの大事な知識のストックになり、一流のドッグトレーナー、プロ訓練士になるために必要なんだワン。日本訓練士養成学校の長年培ったノウハウを包み隠さず継承していき、トップレベルのドッグトレーナーとして土台作りを経て卒業していけるんだワン。日本訓練士養成学校に入学してよかったと卒業生の声を聞いてみるんだワン。この場合は教えてもらう環境っていうのがすごい整っているので、しかもその2年間でその資格を取れるっていう点で考えると他に選択肢がないくらいここを選ぶのは正解かなという感じなんです。この学校に来るとリアルな犬の訓練士っていうのを経験することができて、他の学校と違って、まあ、1人につきシェパード2頭もらえるだったりとか、結構環境面でこれからもし訓練士と働きたいんだったらすごい有利な場所であるなっていうふうに感じました。ここでもらえる資格っていうのが JKC さんだったり PD さんだったりの結構公認資格っていうのをもらえるっていうのは2年じゃ無理なことなので、そこは本当重視してもらいたいなってところですね。シェパード2頭担当がつけてもらえるので
人とかで一等とか教材券っていうものを用意されて、多分もともと訓練とか入っている犬だと思うんですけど、ここの犬は分じゃ抑えきれないようなすごい暴れる犬だったり、逆に全然ボールに出ても全然ボールに興味もない、餌に興味もない、自分のことも好きになってくれないとか、そういう犬をたくさんいるので、その犬に合わせて本当に2年間でこんだけやったのかなっていうぐらい密度の濃い内容で、犬の訓練だけじゃないんですよ。人と人との関わりだったり、先輩に対しての心遣いであったり、犬の訓練の競技会とかっていうのも手伝うことによって、裏方の仕事とかもやっていたので、大会っていうのはこういう風にできてくるんだよってことも学べたり、犬に関するありとあらゆることを2年間学べたっていうことはあります。もともと犬は好きだったんですけど、あ、本当に好きなんだなっていうのは改めて感じさせられた気はしますね。人間的にも周りの人たちを変わる上で思いやりであったり、犬に対してもですね、いかに試行錯誤といいますか、工夫してやっていく過程の中で、すごい臨機応変な考えというか、柔軟な思考能力がついたのかな。自身は強くなったと思います。まあ、精神面でも体力面でも、まあ、今まで体力的な面でいうと、やっぱり文化系の部活だったりとか選んできたので、まあ、そうそう運動することも真面目にないっていうような環境でここに来ると、まあ、ハードかもしれないんですけど、体力面はすごい体力がつきます。で、あとは言葉がわからない犬と接するっていうことで、まあ、自分にも伝えたいことがうまく伝わらないことってあるじゃないですか。それが犬を通してやると、もう地道に地道にって毎日毎日の努力なので、本当 0.5 歩ずつでも前進っていうような環境の中なので、精神的に体力はすごくついてると思います。やっぱり2年間って短いなって感じました。試験も合格したりなんですけど、やっぱり学べることってたくさんあると思うので、2年じゃ物足りない気がします。いろいろ自分の考えを持てるようになったと思うんです。なんか今まで普通に高校生活とかも特に自分の意見とか持たずに周りに合わせて生活していたんですけど、担当犬とかがつくと、やっぱりみんな犬も一頭一頭違う、そしてもう一人一人違うので、犬に合わせた訓練を考えなきゃいけないので、人に聞いたからそれが全てじゃないんで、やっぱ自分でいろいろ考えたり、自分の意見じゃないと犬を訓練になれないなって。はい、一頭目がですね、最初からやる気のある犬だったので、それをいかに抑えるかっていうのが逆に課題だったんですね。おだてながら訓練するんですけど、それだけだと言うこと聞かなくなってしまうので、どう抑えるかっていうのが結構1頭目だったんですね。で、2頭目っていうのが真逆で、物静かな犬だったので、いかにやる気を引き出すかっていう、こっちもバカみたいに楽しくなって楽しい気持ちで接していくっていう、逆の性格だったので、その2頭からはそれぞれ違うことをすごい学びました。最初の時はやっぱりどうやってまず紐を引いていいかさえわからないっていう状況の中だったので、なんとなく散歩してみてますみたいな感じだったのが、やっぱり2頭目になると、まあ、ちょっと紐の使い方も分かって、指示の出し方とか怒り方とか褒め方とか、そういうのも全部分かってきてるので、まあ、1頭目より2頭目の方がいろいろやりやすい面っていうのがありました。犬によって性格って違うので、まあ、1頭目と2頭目性格が一緒っていうのはそうそういないので、そこの分ではやり方っていうのもまた違ったりとかして、すごい楽しい面でもありました。1頭目の犬は結構欲がなくて、餌にもボールにも対して全然反応しないような犬だったので、とりあえずなんかもうすごい褒めて褒めること全てでコミュニケーション取ったんですけど、2頭目の犬はもともと最初別の人が扱ってた犬だったので、自分に懐くか不安だったんですけど、1
人目とは違ってすごい欲があって、自分が引きずられるくらいの勢いがある人だったので、時には結構厳しめに叱ったりして、やはりここで2年間やったことはすごい大きなことなんですけど、まだスタートに過ぎないのかなっていう思いがあって、またちょっと違う訓練所に勉強させてもらいに行こうかなっていうのを考えています。もう訓練士として行けるようになりたいなっていうふうに思ってます。やっぱりここに来たからには犬触るような仕事をしたいなと思って、やっぱり犬の仕事って言ってもここに入っていろんな仕事を知ることもできたんで、まだ全然決めてはないんですけど、いろんな仕事も調べつつ、いろんな目に持ちつつ決めていきたいなって。じゃあ、お腹かいてない。朝早くから夜遅くまで、もっと言えば家に帰ってからもついてきたので、なんか正直めんどくさいなってあったんですけど、回を重ねていくうちに、例えば最終的には画面を通して見れるわけじゃないですか。客観的な自分っていうのが見れて、すごい新鮮だったというか、画面の向こうの自分は自分じゃないみたいな、あれは多分一生の思い出に残る貴重な出来事だと思います。最初は1話分だけに出る跳躍だと思ってたのが、結構大きなところで何回か活躍するっていうので、いまだに私も今も撮影してきたんですけど、信じられない感じですね。テレビで見てる人がそこにいるみたいなそんな感じが嬉しいっていうのはありますけど、その反面なんかいまだにまだ信じられないですね、出てるっていう。それではカリスマ訓練士藤井聡先生の登場だ。わー、ドッグトレーナー犬の訓練士になるにはどうしたらいいか、私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったら、いいねボタンとコメントください。ワン、詳しい内容は概要欄に貼ってある。ワン、おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しい。ワン、オープン。